今日はお客様からの質問を受けたので、今回メンテナンスって言えばいいんですかね、あの、ビスというか、芋ネジとか、動くところをどうやったらケアというか、メンテナンスできないかな、みたいな、そういうのをお話しいただいたんで、それをネタにお話ししようかなと思います。例えば、サドルですよね。もう手がこうして当たるところ、特に6弦の芋ネジとか、手に当たって、こう、なんていうか錆びちゃって、回らなくなって、それパーツごと交換とか、 当然単品で、単品で売ってんのかなサドルとかって1個だけとか売ってないと思うんだけど、大体全部セットで買えちゃうとか、1箇所サビてたらだいたい全部ダメになってるっていうか、ダメになりかけてるとかだから、だいたい全部買えちゃうんですけど、例えばじゃあそのサビを防止できないかとか、じゃそれをどうな、どうにかして取ることできないかとか、 じゃあ、今度はそれをまた、な、なん、まあ、それも、もう、詳しく話します。<laughs> もう、もう、いや、もう、いや、じゃあ、進めますね。<laughs> とりあえず、例えば、まず最初に、じゃあ、錆びないようにして使うっていうか、どうするかっていう、あのステンレスね。芋ネジをステンレスに交換するとか、ただ、これ実は結構敷居が高くて、あの、芋ネジって、サイズ違うんですよ。みんな、だこれみんなね、あの、本当にあの、メーカーに言いたいんですよね。全部同じサイズで作らないのかって話なんですよ。だそしたら、みんな共通してるから、 あの、長ささえ、この、自分で決めて、つければ、全部合うようになるわけじゃないですか。そうじゃないんですよね。だから、これらを、なんでみんな同じサイズ作らないかなとか。この、モネジうち、売って、たんびで売ってるんですよね。買ってみたもちろんそれもサイズ書いてんだけど、でも、元のサイズ、抱いてるってわかんないじゃないですか。あの、外して、ノギスと、多分ノギスとかって持ってる人いないから、例えばこんなやつね。ノギスとかって持ってないでしょ、こんなやつ。せいぜいこれでしょ、スケールでしょせいぜいこれじゃないですか。 だからこんなの持ってないから、これで測って、あ、自分のは何ミリだとか、何分の何インチだとかって測るわけですけど、まあ多分ほとんどの人は分かってないと思うんですよね。またそのメーカーでついてる、そのブリッジを見て、あ、多分これそれじゃないかなみたいな感じちょっと予測も兼ねて、だから現物をチェックしてないから、これじゃないかなってことで買うじゃないですか。で、それがね、合うんだったらラッキーだけど、合わなかったりもするんですよ。 だそういうのがあるんで、意外と実は難しかったりします。まあ対して、まあ安、まあでも、なんていうの数がこうやって、例えばあの、あるから、そこそこ全部変えたら、まあいい値段っていうか、まあでもそれがダメになるっていうか無駄になるって言ったら、まあいいお金損するわけだから、まあそういう意味ではそんな簡単に変える値段でもないんじゃないかなっても気がするんですけど、 とりあえずその錆びにくい。一応ステンレスって錆びないわけじゃなくて錆びにくいんですけど、まあただ汗レベルで使ってて、この、なんだこの錆びることはなくなってくると思うので、トラブルはだいぶ楽になると思います。で、ほとんどの人って、ちゃんと調整ができてないんですよ。で、ちゃんと調整できてないから、イモネジをこうして自分が触る機会があると思うんですけど、その時に回んなかったらもうダメなんですよね。例えば、あの、簡単なやつだったら意外と治ったりするんですけど、本当に錆びて固着したらもうダメなんですよ。例えば、 サドル外して、何かしらでこう、この固定、バイスとかで固定して、そこを何かしらでつまんで、あの、ま、これこういうのね、これ、ネジザウルスとかで、こういう、こういうので、グイッとか、ま、今度、どっちもいいんだけど、グイッてやって、あの、力技で、この、固着取るとかね。それ軽い、あの、サビだったら、これで取れたりするんだけど、あまりにもサビすぎて、もう、この一体、芋ネジとサドルが一体化したら、もう取れないので、で、さすがにこれ自体にあの、バーナーで炙って取るとかはさすがに厳しいから、 だそういうのも含めてね、とにかくね、錆びないように扱うことっていうのをこれからお話しするんですよ。だからとにかくね、あの、手汗がすごい人は、 もう真っ先にビスを新品というか、あの、イモレジとかも、ステンレスに交換するという工夫なのと、もう、手汗がすごい人だら、錆びるってことはもう分かってるから、油塗っとくとかね。その油塗るのも何なのかって話なんですけど、例えばもう皆さんが知ってる、皆さん大好き、556ですよね。まあ、これ自体自分東京出てきて初めて知ったんだけど、自分は地元沖縄なんですけど、沖縄だったら WD40 がこの主流なんですよ。だ556の方がマイナーなんですよね。だからここ来て、 556っての初めて知って、あ、みんなこれ使ってんだ、みたいな。それ、これ自体を自分知らなかったんですよね。まあ、それは置いといて、その556ってのを塗っとくとか、まあ、もちろん、556も、揮発するんですよね。まあ、言うたらね、これから紹介するものしたら、556って言ったらレベルが低いものなんで、まあ、塗らないよりかマシかな程度で、一応こう浸透させておいて、まあ、これ浸透潤滑剤、まあ、見たな水みたいなもんなんですよね。だから水、水レベルだから結構塗ったら塗ったで、塗らないよりかはいいけど、結局それが、 残んないっていうか、気、気発しちゃうから、結果的には意味はないんだけど、ただ意味はないっていうか、錆びる人、手汗すごい人からしたら、これの手汗がこうして、この触れたりとか、手汗がこう染み込んでったりとかすると、さすがに錆びの原因になるから、 まあ、そのたんびに言はめんどくさいけど、まあ、でも何週間に一回かでシュッシュってちょっと、これなんていうの中にこの芋ネジとかに浸透させるだけでも、だいぶ固着を防ぐためにもなるから、やってた方がいいと思います。で、まあ、もちろんこれ交換効くし、まあ、ベラボーに高いパーツじゃないから、まだいいけど、結局これが原因で、例えば交換が必要になりますよとかで、また不具合調整が、固着でできませんよとかって不具合が起こりますから、 こういう日々のケアをやってるかやってないかは将来、例えばこのタイミング悪い時とか、ライブがあるとか、レコーディングがあるって時の前日っていう、前日はやらないけど、その前ぐらいに、ちょっとこの不具合が見つかって、これ、このままでは調整できません。パーツ交換してくださいって言って、いや、時間ないですってなって困るのはあなたですよって話なんですよ。で、例えば、その、さっき言った通り、錆びても、なんとかなるって言ったら、そのサビの,のやつを触る前に、こういう合合力をつけてお、つけ置きしておくとか、 もっといいやつはこういうラスペネとか。まあ、みんな知ってるでしょ、ラスペネって。いわゆる、ま、これ、これ556が、例えば、400円ぐらいかな。この多分400円ぐらいだと思うんだけど、これが多分2500円ぐらい。いわゆるこの、その浸透潤滑剤の結構すごい版みたいな。 で、もっとすごいバージョンになっていると、こういうベルハンマーとかで、こういうの持ってんですよね。あの、ちなみに皆さんに言いたいのが、あの、楽器用品で、あの、こういうケミカルっていうか、まあ、ケミカル、グリスもそうなんだけど、あの、使わないでください。レベルが低いです。だから、いわゆるこういう自動車とか、そういうなんて言うのかな、ま、おっきなもの いわゆるこんなギターの小物レベルじゃなくて、いわゆる自動車とか機械整備とかで使う、そういう重金属系に使うこういうグリスとかオイルの方が、圧倒的に優秀なんで、で、下手すると、まあこれももう申し訳ないんだけど、そういう、それ作ってるメーカーには申し訳ないんだけど、あのね、値段が全然だよ。その量と値段が比例しないというか高すぎるんですよ。だからこういうのを買って使ってください。な,なんならちなみにこれもそうなんだけど、これもね、あのベルハンマーのグリスバージョンね、 これも使ってんだけど、だいわゆるね、なんかこの段違いにいい、こういうグリスとか潤滑剤が売ってますから、こういうのを使ってください、楽器に。そしたらね、だいぶなん、なんていうのかね、この市販品の楽器、楽器とかで使われてるそのいう市販品のレベルの差が圧倒的にわかるんじゃないかなと思います。だ例えばこういうのを錆びたところに浸透、の例えばラスペネとかはかなり浸透力があるってことで、例えば錆びたこのサドルがこのラスペネ使ったら、 もしかしたら回せるかもしんないみたいな、そんなのがあるんで、とにかくね、あの、錆びてる人、その錆び、錆びさせてる人は、あの、買ってください。せめて、最低でも5、5、6買って塗ってください。そうじゃないと、本当にこういうところに持ってきたときに、これ回せませんので調整はできませんっていう風になっちゃいますよ。 それも含めてね、それも含めて、あの、なんていうのかな、とにかく、あの、将来これを触るかもしれないでもこっちはか完全に他人になっちゃう、反対まあ自分みたいなリペアマンとかになっちゃうけど、あの、その時に損しますよ。もったいないです。せっかくお金払ってきてるのに、このパーツの不具合によって、その完璧な調整できませんよっていうふうになっちゃいますから、で、それに含めてね、まあ、それを交換の部品とか持ってきてくればいいけど、こっちも用意はしてないので、まあ、あったとしてもそれが使えるかどうかわかんないですから、 だからそういうのも含めてね、考えとくと自分の損得に関わるんで、こういうケアって結構大事ですよってことを覚えた方がいいと思います。で、あの、ベルハンマーの話なんだけど、例えば、 これ芋ネジだけじゃなくて、例えばこの弦の、弦を使うと弦が当たるところっていうんですかね、そういうところの摩耗を防ぐためにもなるから、例えばこれは所詮潤滑剤だから、まあ水みたいなもんだから、まあそこまでこの保持力という、まあ、保持はしてるんだろうけどね、この油膜張って保持っていうそこに油がべとってつく分には、あのグレードは高いもんなんであると思うけど、いわゆるこういうグリスね、こういうグリスは、 残るから、例えばこれ自分が使ってるこれ、このベルハンマーのこのグリスは、ナット溝によく使います。いわゆるアームの時に。だからいわゆるあの、これ、まあこれ、別にあの、ベルハンマーを押してるわけじゃないんだけど、あの、気になる人はベルハンマーの検索で見てみてください。あの、なんかあの、ガーってこの押し付けるやつ。あの動画見てほしいんだけど、あれはね、絶対桜ではないと思います。例えばもう実際自分バイクの整備もやるからわかるんだけど、いわゆる強い負荷がかかっても滑り続ける。 だいわゆるこの油膜が切れて、このなんていうのかこの止まるとか、あの、まあ、それ動画見てほしいんだけど、あれみたいに、いわゆる弦の摩耗って結構強いだから、弦張力って強いわけじゃないですか。いわゆるサドルの当たっ、弦が当たっているってころとか、ナットにこう乗っかって溝の中とか、いわゆるそれって、この強い力がこうかかってるから、そこにこう、擦れることで摩耗するんですよ。その摩耗具合をこのグリス塗っとくことで、多少は柔らげると思うんですよね。で、なおかつやっぱアームの動きとかも良くなってくるから、こういうのを、 可動部分に塗ることで、この機械摩耗っていうか、そうのを耗をまず最小限にするってことと、動きが良くなることでチューニングの安定にもつながってくるから、こういうのを買った使った方がいいよっていう、本当にいいものって意外と他にもいっぱいありますから、そういうのを使って試してみてください。実際自分もこう使ってますんで。で、最後に、この、じゃあ芋ネジとかアサチ、そうそう、言う前にね、あの、皆様の調整って正直ちゃんとできてないと思うんですよ。やっぱこう専門家と、 素人では腕の差が全然違いますから、あの、例えば、今から説明することは、あの、あくまで参考程度にしてほしいんだけど、例えばこういうネジロック剤ね、ネジロック剤、これいろんな種類があって、これは中タイプね、これ高,高強度タイプっていう、いわゆる何て言うのこのネジロックが強いタイプね、263とか243とか、じゃあ次で233なのかなあ違うか、223なのかなわかんないけど、今この強いやつと中ぐらいのタイプで、この二つたちも持ってんだけど、じゃあこれ、なんでこれ見せたかっていうと、例えば、 あの、モネジ例えば芋ネジって動くわけじゃないですか。例えばこのせっかく調整した原,原稿とかを変えたくないって時に、これはあくまであ自分おすすめしないし自分でもやってないんだけど、例えば、芋ネジが下がったりするように、例えば、ジャガーとかジャズマスターはそのけその系多いかもしれない。例えば、 あの、サドルに対する弦の力が弱いから、このサドルを押さえつけてる力が弱いんですよ。ってことは、弦振動で、その2本で立ってるこの芋ネジが緩んだりして、この弦号変わったりするんですよね。これはもうしょうがないんだけど、バズストップバーとか、太い弦張って弦の張力をサドルにつけないと、こう押さえつける力弱いから、しょうがないんだけど、じゃあそれどうにかならんかなって思ったそのネジ、その芋ネジが回転しないように加工するしかないんですよね。 じゃあどうするかっていうと、いわゆるこういうネジロック剤をほんのちょっとね、あの動かなくなったらもうおしまいなんで、これ、だこ,れこれの限度っていうのが多分みんな分かってないから、だからほん、本当にちょっとだけ、ほんのちょっとつけて、入れて、固まらせれば、動かなくなるんですよ。芋のジが回転しなくなるんですよね。で、一応工具でもこう回せばちゃんと回るぐらいに、それぐらいの、本当にちょっと点どころか、もうほなんだ、点っても言えないような、だからこの、 な、なんていうの,この溝にちょ、ほんのちょっとこいつがネジロックを噛んでくれれば、もう回んなくなるんですよ。だけど本当はこうやって動く、動くべきところが動かなくするっていうのは、後々こうやって、例えば、量を間違えるとか、で、そのちゃんとした量、ちゃんとした量っていうか守っても、例えばその入れるところっていうんですかね、あの、あの溝に、あの、あんな細いところだから、溝が2段乗っかっちゃったら結構終わりなんですよね。固まりすぎてね。回んなくなるから。 本当に溝の一本にほんのちょんとこう、間に噛むぐらいがちょうどいいんだけど、じゃそれを間違えちゃって、この今度外せなくなるっていうのも困るからね、トラブルとしてね。で、なおかつそのさっきも言った通りで、みんなが例えばネックの反りが適切だと思っている適切なのは自分のから見たら全然適切じゃないとかで、じゃあネックの反り直しました、原稿下がりました、上げたいですね、上げようとだ、これ回んないですよってなって、終わりみたいな感じになっちゃうから、まあ、もちろんあの、 ジャガーとジェズマスターとあの、横のね、これあの、これシーソーみたいな感じで、これで上げ下げできるから、サドル1個1個だけじゃなくて、こうやって上げれるけど、だけど大体これ、1、箇所1箇所この弦の、各弦の弦高もちゃんと合ってないとかもう全然パターンとして考えられるから、で、その時にまた調整できなくなったら、この弦だけ弦高高い、この弦だけ弦高低い、でもこれ回んないから調整できませんとかなっちゃう場合がありますから、そういうのも含めて、正しい弦の弦高をできた状態でロックしないといけないよってことはちゃんと覚えてほしいんですけど、 そんな風にネジロック剤を使った加工は一応できはするんですよね。ただこっちはやりませんけどね。ふ普通に考えたらそういう動かす動く、動くべきなところをロックするっていうのは結構リスクもでかいので、これも、ままあ、ま、ちゃんと調整した上で固定すればいいんだけど、それを含めてあのお願いするんだったらその、例えば動かしたい時に動かせなくなりますけど、そんなリスクありますけど、いいですかねみたいな感じになっちゃうからね。それも含めて考えてやった方がいいよってことは言っておきます。 じゃあ、そんな感じで、とにかくね、あの、金属パーツを錆びさせるってことは、やめてください。<laughs> やめてくださいっていうか、あの、将来自分のためも含め、ここで調整するときの、なん、なんていうのかな、こう、調整に不具合が起こさせないためにも。で、それなりに、あの、安いパーツ、か安いパーツっていいのかなわかんないけど、まあ、どっちにしろお金かかるんで、交換にお金かかりますから、で、それをこんな油ちょっと塗るぐらいで防げたりもしますから、やっておいてください。 で、一応錆びたら、音が悪くなるとかではないんだけど、ただ錆びってね、硬いんですよ。どう、どういう意味かわかりますあ、別にあの、サドルが錆びてるせいで削れが早いとかではないんだけど、例えば、弦も一緒なんですよね。 錆びた弦を使ったら何が起こるかってことは、その錆っていうのは硬い成分なんですよ。その錆が、例えばナットの方に入ったりすると、その錆がナットをこう削りやすくなっちゃって消耗が早まるとか、錆びた弦をフレットに押し付けてると、フレットの消耗早まるとかってことになりますから、基本的に弦は新品に変えるというか、あのー、正確には2週間に1回張り替えぐらいのペースで張り替えてもいいから、ただ、それだとみんなやってくんないから、だからエリクサーの方がいいんだよってことは自分言ってるんですよね。どうせみんな弦 買えないでしょうっていう、ね、まあまあ,その辺は多くまあその辺はもう見てる人に任せますけどとにかくあのどうせ原変えないんだったらエリクサーとかコーティング弦貼った方がいいですよっていうその消耗を抑えるためにっていうお話でした、まあ、とにかく今回何が言いたいかっていうととにかく可動部分にグリス塗るとかその動くところ芋ネジとかそういうビス類にはちゃんと油とかによって錆びさせないように錆びたら回らなくなりますからそういうのを対策日々しておくとか。 そういう風にしとかないと、後々苦労しますんで、そういうケアをやっててくださいねっていうそんなお話でした。じゃあご清聴ありがとうございました。